まあ、バトルが出てくるポケモンだということで、あのバトルポケモン以外にもいろんな能力を持ったサポートポケモンをいっぱい用意しています。はい、で、あの特徴としてラウンドごとに、まあ、この絵ではいろんなポケモンがありますけれども、はい、そのどっちかを攻めるポケモンを選択するという、まあ、幅広い戦略的な遊び方をできると思います。はい、これからもサポートポケモンもどんどん増えていくと、はい、そうですね。これ結構あのテクテンセブンとかでもやってるんですけど、実はロケテストでも、